位だった中国杯では本当に大きな心配を皆さんにおかけしたと思います。本当に、その説は説は海外のメディアの質問に笑顔で答える羽生選手。実はこれ本来であれば日本では絶対に流れることのない海外向けのインタビュー映像なんです。韓国チャイナの時にアクシデントがあってぶつかってしまって氷に打ち付けた時に傷ができてしまいました。しっかりともうくっついちゃってるので跡が残らないようにということを決めています。ただ全然怖さとかはないですし本当にちっちゃい頃から滑ってるのでスケートが大好きです。スケートやめたいなって思うことはたくさんありましたし僕は野球が大好きだったのでいつも野球やりたいなって思ってました。ただ本当にここまで心の底からスケートが好きだったので表面上はやりたいとかやめたいとかそういうのがあったけれどもでもずっと、ね、フィギュアスケート好きだったんだなって思ってます。もし、自分が何かの動物になるとしたら何になりたいですか？猫。まあすごく自由に自由気ままに、うん、生活してるし、どっちかというと僕自身もそういう感覚があるので、まあ、慣れたらというよりも実際そんな感じかなと。もうすでに、はい、羽生選手も家では猫のように自由気ままにまったりしているんでしょうか。